加齢とともに気力や体力が低下した状態を指すフレイル。そのまま放っておくと要介護状態になる恐れがあり、早めに気づいて適切な取り組みを行うことが大切です。今回はフレイル予防についてタカモンと一緒に学びます。お家でできる体操も紹介するよ。フレイルになると病気になりやすい、転倒しやすくなる、認知機能が低下するといった様々な影響が体に現れやすくなります。フレイルの予防には体を動かすことが大切なんだけど、自宅で過ごす時間が増えた今、このまま体を動かさない生活が続き意欲が低下してしまうと、フレイルが進んでしまう心配があるんだ。家の中でも意識して動くことが大切なんだね。そこでぜひ取り組んでほしいのが、お家で簡単にできる椅子を使った体操です。教えてくれるのは梅尾さんだよ。安本さんも一緒にやってみよう。まずは膝を伸ばす運動です。片足をゆっくりと上げます。 1,2 で上げます。でこの時床と平行になるように上げてください。ここから5センチさらに上げるようなつもりで行うと効果的です。3,4,5,6,7,8で下ろします。これを左右5回ずつ行います。続いては足踏み膝上げです。座って足踏みを行います。 1,2 でゆっくりと上げます。3,4,5,6,7,8でゆっくりと下ろします。次は反対です。 1,2,3,4,5,6,7,8 でゆっくりと下ろします。これを左右交互に10回行います。次は片足立ちです。椅子の背もたれを持って行います。椅子と反対側の方の足を後ろに曲げます。このまま15秒間キープをします。これを左右2回ずつ行いましょう。最後はつま先立ちです。椅子の後ろに立って行います。背もたれを持ちながらかかとの上げ下げを繰り返します。 1,2,2,2,3,2 このペースで10回繰り返します。やっぱり運動して体を動かすと気持ちがいいですね。家族みんなでお家で楽しく運動できますね。ゆっくり体を動かすことを心がけて、回数は無理のない範囲で毎日続けることを目標に頑張りましょう。ねえねえタカモン、お家でできるフレイル予防他にもあるのかな？他にも家族や友人と電話で話したり、食事をよく噛んで食べるなど口をしっかり使うこともフレイル予防には効果的なんだ。というわけで続いてはお口の体操をしてみよう。唇をしっかり閉じてパ、舌先を上顎につけてタ、喉の奥を意識してカ、巻き舌にして上顎に押し付けてラ、一音一音をはっきりと声に出すのがポイントだよ。人生100年時代と言われる現代、生き生きと暮らすために欠かせないのが健康です。フレイル予防は健康づくりのキーワード。みんなで元気に過ごしましょう。